JAXA が開発を進めている災害救援航空機情報共有ネットワーク D-NET は、航空機と対策本部などの間でデータ通信による情報共有を行うためのシステムです。東京オリンピック・パラリンピック競技大会では、警察庁からの依頼により、空の警備に技術協力を行いました。D-NET で500機を超える小型航空機の運航計画調整や競技会場周辺の監視を行うことにより、大会の安全かつ円滑な運営に貢献しました。今後はドローンと有人航空機の連携など、安全安心な社会の実現に向けた研究開発を進めていきます。星出宇宙飛行士は4月24日から198日9時間57分の国際宇宙ステーション ISS 滞在を終え、クルードラゴン宇宙船クルー2で日本時間の11月9日12時33分、無事フロリダペンサコラ沖に帰還しました。ISS 滞在中は日本人2人目となる ISS 船長としての責務を果たしながら、希望日本実験棟での実験や自身4度目となる船外活動を行いました。船外活動時間は通算で28時間17分となり、日本人の船外活動記録を更新しました。革新的衛星技術実証2号機を搭載したイプシロンロケット5号機は11月9日内之浦宇宙空間観測所から打ち上げられました。革新的衛星技術実証2号機は、日本の優れた技術やアイデアを衛星単位だけではなく、部品やコンポーネント単位でも軌道上実証の機会を提供するプログラムです。企業や大学のほか、初めて高等専門学校の学生が開発した衛星も含め、9機の衛星、14の実証テーマを搭載しました。打ち上げ後、ロケットは計画通り飛行し、9機すべてを正常に分離しました。若田光一宇宙飛行士のクルードラゴン宇宙船運用5号機搭乗が決定しました。1996年、2000年、2009年のアメリカのスペースシャトル、および2013年のロシアのソユーズ宇宙船に次ぐ自身5度目の宇宙飛行となります。野口宇宙飛行士、星出宇宙飛行士に続き、3年連続の日本人宇宙飛行士搭乗が決まり、国際宇宙ステーション ISS 運用への貢献、さらには国際宇宙探査に向けた技術実証がますます期待されています。13年ぶりに新たな日本人宇宙飛行士の候補者を募集開始しました。宇宙飛行士の活動の場は、国際宇宙ステーションや日本実験棟希望から月周回有人拠点ゲートウェイや月面に広がっていきます。候補者の発表は2022年度末を予定しています。小惑星探査機はやぶさ2帰還カプセル全国巡回展示の協力団体を募集し、今年度21団体が決まりました。全国を巡回する帰還カプセルは、全面ヒートシールドを除いて実際に宇宙を旅して地球に帰ってきたフライト品の実物で、世界的にも大変貴重な成果の象徴です。9月の関東地方を皮切りに、九州鹿児島から北海道にかけ巡回展示をしていきます。小惑星リュウグウのサンプルの一部は NASA との連携協力のもと解析を行うため、11月30日に NASA ジョンソン宇宙センターで引き渡され、さらに別のサンプルも12月初旬にカプセル帰還1周年を記念し、日本科学未来館と相模原市立博物館においてそれぞれ一般公開されました。惑星探査、宇宙輸送、地球観測、航空技術、そして有人宇宙技術、宇宙航空分野における JAXA の挑戦は続きます。